第130回、芥川龍之介賞は2004年1月15日に発表された芥川龍之介賞2003年下半期に発表された作品が対象。太次は受賞作渡屋は当時19歳11ヶ月であり、これまでの記録であった第56回の丸山賢治、夏の流れによる23歳0ヶ月での受賞記録を更新した。また、 金原も20歳5ヶ月であり史上2位の若さであった。また受賞には至らなかったが、島本も20歳8ヶ月であり、事前報道などで注目された。同時発表の第130回直木35章は、エクに香り、号泣する準備はできていたと、京国夏彦、五皇説百物語。山田恵美、三浦哲郎、古井義吉、河野妙子、黒井千寺、 池澤夏樹、石原慎太郎、村上龍、宮本明、高木信子最年少受賞で注目されたため最近、数年で最大の反響を呼び、受賞作2作を掲載した、文芸春秋は、約118万部発行され、創刊以来の記録となった。単行本も、蹴りたい背中は、ミリオンセラーを記録し、蛇にピアスも60万部以上を売り上げた。また、 綿谷の第一作インストールも合わせて話題になりこちらも50万部を超えるヒットとなった。また、綿谷金原は共に、用紙からも注目され、本来文学とは無縁な写真週刊誌で特集が組まれたほか、インターネット上でも反響を呼び、その様子が雑誌で紹介された。各種媒体では、綿谷はおじさんやオタクから人気、金原は、 若者や遊び人から人気と言われた。当時若者の活字離れや出版不況が問題になっていたことから状況打破のための話題作りとしての受賞との批判が上がった。受賞第一作として、金原は2004年4月に就営者より、アッシュベイビーを、綿谷は2007年2月に夢を与えるを川で処防新者より刊行した。 同じように若くして受賞した平野圭一郎らと比べると、両者ともに受賞後の仕事量は少なく、話題に上がる回数や売り上げも減少した。なお、今回落選した糸山明子は、第134回に沖で松で受賞を果たしているほか、島本は、第159回直木35章をファーストラブで受賞した。ありがとうございます。